皆さん、いかがお過ごしでしょうか。私の方なんですが、今月はステッパゴンを売却しまして、新型のボクシー注文済みなんですけれども、まだ来年の2月なので、まあ、少し時間が空いてしまっているといった状況で、今、こちらのフィット3、愛車でこちらの車を今乗ってます。で、今回は、まあ、私のこの足車、これ全部マックスウィンさんのご提供いただいている機器なんですが、まあこれらをいろいろと取り付けながら、でその中でまあおすすめしたいと思う AV 機器、まあ今回は2回目ということで、こちらの方の、まあ、2ディン、1ディンのこちら、このパッケージを見ていただければと思うんですが、DVD プレイヤーということで、お伝えをいたします。まあ、このようなパッケージになっております。で、前回もご紹介したんですが、前回との違いでっていうと、まあ、ざっくり言うと、CD、それから DVD、それが使えるようになったバージョンがこちらになります。前回のバージョンは CD とか DVD とかもういらないということで、もう携帯の Bluetooth を使って、携帯で、まあ、基本音楽を聴ければいい、ラジオを聴ければいいっていうタイプのものだったんですが、まあ、今回のやつはオーソドックスなモデルで DVD と CD が使えるモデルのものになりますので、こちらの方を今日はご紹介していこうと思います。で、このデッキ自体を付けるにあたって気になるところが取り付けになるかと思いますんで、2D の枠にどうやってデッキを取り付けていくのかっていうところだと思うので、そこに着目してご紹介をしていこうと思います。まずはこのパネル自体を取っちゃいます。まあ、パネル自体取るのはもう早送りで見ていただければなと思います。まあ、基本的に今回フィット3でやるんですけれども、まあ、ほぼ、まあ、特にホンダ車はそうなんですけど、必要なものってこのプラスのドライバー、もしくはソケット、それからこの内張りを剥がすためのこのヘラ、これがあれば基本的にはできちゃいます。まあ、ほぼホンダ車、大体昔から変わんないですけど、前に引っ張って外すっていうのがまあほとんどになります。あとはナビ。二つのネジでフィットの場合でしたらついていますんで、このネジを外します。あとは先ほどもお話しした通りで、前に引っ張れば OK。基本も前に引っ張るだけでいけちゃう。こういう感じです。で、気をつけなきゃいけないのは、このハザードがパネルにくっついてるで、このハーネスが結構短いんで、先にこれを外しておく必要があると。そうするとこのように外せますんで、もうものの5分待ったら取り外しが可能ということになります。で、この辺の配線がすごく気になると思うので、何か必要なものを買わなきゃいけないのかとかいうところがあると思いますが、このマックスウィンのワンディンデッキに関しては、特に何か買わなきゃいけないっていうことはないです。で、非常に簡素な作りになってまして、まず、ハーネスからご紹介をしていくと、これは特にもうフィットだけじゃなくて、すべての車基本的には考え方が同じですので、参考にしていただければなと思うんですが、こちら。まあ、このようにごっそりとケーブルがあります。昔はフィッティングのケーブルとかもよく使ってたんですけれども、もうそういったものも特にはいらないかなと思います。で、私の場合はもうこれ、ここです。電源系のケーブルと、それからスピーカーのケーブル、この2つのケーブルで分かれています。で、もう1つはここにありますが、これはアンテナ、ここにありますけれども、ラジオのアンテナ、まあ、この1、2、3、
3つで構成されていますんで、この配線をつなげるだけです。で、これは、MAX インのバンディーンの DVD プレイヤーに付属しているケーブルを使ってて、それをもうここにはめ込むだけです。で、このアンテナ自体もここにはめ込むだけになります。もうそれだけです。であとは、まあ、この車もともとカロセリアの車外のナビついてたんですけれども、ここまで、ここの擬宝子のこの手前のところまで、ここまでがカロセリアのナビの配線を使ってたんですけど、そっから先、この先が、これ自体がマックスインの配線になりますんで、もうここのところで繋ぎ替えればいいだけです。で、この擬宝子なんかも、マックスインの付属品として予備がいっぱいありますんで、もうそれを使って付けていただければ OK です。こちらも同じで、こちらは電源、メイン、バッテリー電源、ACC、アース、それからアンテナ。まあ、これももう、もともと付いてたカロツエリアのナビ、そこから取ってきている配線をそのまま使ってます。で、擬宝子で付けて、これはもう付属の擬宝子がありますんで、その擬宝子を使ってこのカプラーを取り付けているといった、非常に簡単で、特にこのデッキをつけるからといって、新しいものを何か買わなきゃいけないとか、そういった必要っていうのは特にありません。ちなみに一番最初にご紹介したワンディーンの Bluetooth の内蔵のプレイヤーも全く同じカプラーになっていますんで、特に付け替える必要っていうのはありません。で、もう一つワンディーンプレイヤーで気になるところなんですけど、まあ 2D も関わってくるかなとは思うんですが、ここ取り付け、何かこういったステイが必要なのかっていうことなんですけれども、今回私のパターンで言うと、まあ、純正の車外のパイオニアのナビがついていて、まあ、それはプレミアムナビじゃなくて、純正で買った車外のナビです。純正ナビではないんだけれども、もともとついてたパイオニアのナビです。で、それのこのステイがこれになるんですけれども、規格は同じなので、基本的に 2D のユニットを外して 1D につけることはできます。で、今回ちょっとピッチがここ少し違うんですけれど、もうここ一本のボルトで、私の場合はもう固定。このステイの場合ですと、ちょっとピッチが合わないという感じです。こちらも同様。まあ一つ、このように形で取り付けをしているということです。で、今もこのステイ自体も、この純正のパネルに締結されて、取り付けがされているということですので、もうこれ、ま、このオーディオ自体、オーディオだけを買いたいのであれば、もうここ、片側2つずつ、計4個、もしくは、ま、今回のように片側1個ずつという形で取り付けていけば、ま、こんな感じで、あとは、はめていくだけで取り付けが完了と、ま、いうことになりますので、非常に取り付けも簡単になります。最後に、もう一つだけ、この、オーディオ自体は DVD プレイヤーになってますんで、DVD のこの外部出力のこの RCA 端子がついています。で、私の場合はこのような形で取り付けていて、で、これが出力、これがジャックになるんですけれども、これを先ほどお見せしたこちら、これもマクスインさんの商品なんですけれど、これはまた後ほど次の動画でお伝えするんですが、ここに接続することによって DVD の映像も映し出して見ることができるというものになっています。そのために私はこちら RCA の出力のケーブルというものもこのような形で取り付けているということになります。で、この状態からもう一度取り付けをお見せしていこうと思います。カプラーはもうはめるようにしかはまらないので、特に間違えることというのはありません。ここはめていくだけです。あとこちら、アンテナのケーブル。
ここをもうはめていくだけです。でヒットの場合ですと、ここのダッシュボードのこのオーディオのこの裏、結構広くなってるんで、特に束ねる必要っていうのもなくて、そのままオーディオを収納できるようになってます。で、最後は、ここのハザードのこのカプラーだけは忘れないように取り付けていただくと。それから、RCA の取り出しのこの配線、出しておきます。あとこちらのナビ。せっかくここ、今、空いているんで、ここの空いているところを使って、ナビの配線もここから出します。で、あとはもうそのまま、はめ込んで、つけるだけと、まあ、いうことになります。あと、ここからはもう、早送りで見ていただければと思います。で、また、このナビの取り付けなんかも、まあ私の例でまた後日、次回お伝えしようと思います。私は今こんな感じで付けてます。配線に擬保紙を取り付ける作業というのが少し時間がかかるかもしれないですけれども、それをやってしまえばあとはもう外して取り付けるだけということで非常に簡単になりますので、特にホンダ車はそんなに難しくないかなと思います。次に、このオーディオの、まあ、簡単な機能についてご紹介をしていきたいと思います。それではまず、エンジンをかけていきたいと思います。はい、今こんな感じで立ち上がったんですが、で、これ今何も立ち上がってないように思うんですけれども、電源を一回切っちゃってるんで、新しい状態からのインストールになりますと、電源が切れてる状態なので、ここを押します。そうしますと、電源が入るようになって、照明がつくようになります。こんな感じで。結構こう道も詳しかったりするので、意外と中国製のワンディーンのオーディオってラジオが使えないケースが多いです。で、これはマックスインの商品なんで中国製であったとしてもこのようにラジオのバンドは日本のラジオに合わせた周波数になっておりますのでラジオを聞くということも可能になります。このように AM も使うことも可能です。またこちらを押します。押すとこのようにディスクということになりまして、で、もう一回押しますと、Bluetooth。で、今、Bluetooth、やはり使う頻度が多いと思いますので、ご紹介します。これ今、ポーズになってるんですが、このように押していただければ、特に携帯を出していない状態、まあ、このように今、携帯出してないんですけれども、携帯を出していない状態であっても、携帯の中の曲を聴くこともできると。かつ、選曲もできます。このように。なので、いちいち携帯を出さなくても音楽が聴けるというところがすごく便利なところになります。このように。ウォークスイン、ラジオ、ディスク、Bluetooth。まあ、こんな感じで切り替えができます。で、Bluetooth で重要なのが、一回エンジンを切った状態で、で、今度また立ち上げるときに、即座に接続してくれるかどうかです。このような感じで、すぐ接続してくれるというところで、ストレスを感じずに音楽を聴く。また私みたいにステップワゴンから今車を待っていて、アッシャスとして車を使っている時に音楽を聴くとか、そういった環境の変化に対してもしっかりと対応してくれる。
そこが非常にいいところかと思います。で最後に DVD どんな感じで映るのかというのをお見せしていきたいと思います。今ディスクというのに合わせました。はい、こんな感じです。少し映るのにラグがあるんですけど、まあ、それはこのディスプレイによる影響になります。でこのようにまあこんな感じで DVD を見ることも可能であると、まあ、いうことになりますので CD、DVD 等も外せないとおっしゃる方は、まあ、こちらの 1D の DVD プレイヤーが非常におすすめできる商品かなと思いますし特に DVD とかはもう見ないCD も聞かないという方にとっては、一番最初にご紹介させていただいた、Bluetooth 内蔵の 1D のメディアプレイヤー、まあそちらの方でも十分かなというふうに私自身は思います。はい。ってことで、まあしばらくこのフィット、アッシャー、また乗ることが多くなるんですけれども、まあボクシーが納車される間、このフィット3に乗りながら、便利なカー用品、ご紹介できたらなと思いますので、ぜひ興味のある方はチャンネル登録よろしくお願いをいたします。またこちらの商品の詳細は概要欄に貼っておりますので、ぜひ興味のある方はそちらの方もチェックしていただければと思います。それでは失礼をいたします。